丸亀ブルーライター G1 京極賞開設71周年記念競争、超豪華メンバーが集結した今年の京極賞、その覇者となるのは誰でしょうか。水面上第12レース優勝戦、1号艇馬場芳也、2号艇原田幸也、3号艇磯部誠、4号艇枝尾勝、5号艇今井隆、6号艇吉田角郎、以上6名の対戦です。枠番通りの進入となっていきそうです。インコースから1号艇馬場芳也です。予選トップ通過から王道部位へ、船足にも満足、あとはしっかり逃げるのみ。2コースには2号艇原田幸也、来年のクラシック出場へ是が非でも優勝をつかみたいところ。そしてセンター3コースには3号艇磯部誠、京極賞連覇がかかるファイナル、今年は攻めの姿勢で挑みます。ここまでがスロー。4号艇5号艇は福岡勢ともに散るとプラスにしても勝負。角1の4コースには伸び足強力4号艇枝尾勝、5コースには初の周年制覇へ5号艇今井隆、そして最アウト6コース、抜群のテクニックで展開あればしっかりとものにします6号艇吉田角郎。スロー3艇1二3、ダッシュ3艇456、枠番通りの3対3となりました。第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番、ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコース2コース、高枠の2人が好スタートを、1号艇馬場、2号艇原田となっています。インから逃げる1号艇馬場に2号艇原田が差してくる、まくり出すか3号艇磯部、内側から5号艇今井、向こう上面に張りますが独走態勢、先頭は5艇新リード、1人旅1号艇馬場吉也となっています。2番手争い、こちらは接戦模様となっています。内側から6号艇吉田、外から3号艇磯部、真ん中に5号艇2号艇なお12レース優勝戦、スタートは正常、1周にマーク、先頭は1号艇馬場、2番手内側から6号艇吉田、切り込んだのは5号艇今井でホームスレッジ、2番手ですがわずかに5号艇今井が優勢、そして3番手は外から6号艇吉田となっています。上位体系目下のところ、1番5番6番でレースは2周目1マークです。先頭は1号艇馬場、2番手5号艇今井の外、攻めていくのは6号艇吉田、向こう上面に張ります。2番手こらえている、踏ん張っているのは5号艇今井、3番手から6号艇吉田となっています。上位体系は1番5番6番の体制です。まだ2番手争い、僅差の攻防、レースは2周にマーク。先頭は1号艇馬場、2番手5号艇今井の、もう一度外を行った6号艇吉田、全速戦攻めていきますが、その攻め受け止めて2番手リードを取ったのは5号艇今井、3番手に6号艇吉田となっています。1番5番6番の体制で最終周回へと移ります。インコースからここもゼロ台の好スタート、そして1周1幕回ったところで勝負あり、独走態勢早くも築いてきました。さあいよいよこの京極賞の後はグランプリを控えます。年間チャンピオンに向けて大きな大きな、ここは弾みとなる V となりそうです。上位体系は1番5番6番の体勢でラストコーナーです。今年7回目、 G1 は6回目、通算では60回目の優勝は目前。先頭1号艇馬場、2番手5号艇今井、3番手6号艇吉田、1番5番6番の体制です。先頭1番馬場優勝の五輪、2着5番今井、3着6番吉田五輪、3番2番4番と五輪です。